そうすると今さ、これ400倍にしてるんですよ、はい、で、もっと使ってもいいかな。あんまり この辺がいいんだよね。なかなか微妙なんで見にくいんだけど、これでもさ、よく見るとですね、この細かい点みたいなのがもぞもぞもぞ動いてるんですね。これが細菌なんですよ。で、これが悪玉菌が多いとかなり活発に動いてきます。だからこれぐらいだったらまだ正常範囲かな。そんなに活発に動いてないから、うん、それからあとメガバクテリアっていうやつもあるんだけど、あの赤線インコに、それはあ、ここ動いてるね、ずっと。あの長細くて、メガバクテリアってことはバクテリアの大きいやつってことなんだよね、うん、の長細い やつなんですけど、はい、ないです。あ、出てないです、うん、だからそこよく見るとこれぐらいがちょっと動いてるかな。あと原虫がいることがあるんだけど、原虫だったらこの画面を横切りますわ、うん、大きさ的にはこれぐらいのやつ、これぐらいのやつが画面を横切るぐらい動いてきますんで、現地もいないと思います。止めていきます。